はい、ということでかけていきたいと思います。もしもし、どういうこと？もしもし。もしもし、どういうこと？踏み台にしていけるってどういうこと？一回やってよ、今。昨日のキャスで、うん、リスナーさんがいて、うん、その方がちょっと、麦茶さんが、うん、その俺にキレてるっていうことを聞いたんすよ。うん、昔なんかでキレとったわ。君の名前覚えてるもん。ごっつい嫌なイメージあるわ。あ、すいません。それで、キレてるって聞いたもんですから、こっちは、最近の子だと思って、うん、で、キャスで、俺は何もしてないから、最近のことだと思ってですよ。うん。で、俺は何もしてないから、うん。麦茶さんがキレてるんだったら、うん。まあ、それで有名になれると思うから、つって、そういうことを話してて。どうやって有名になれんの？はい？どうやって有名になれんの？一回やってよ、それ。実践してみてよ。炎上商法ってそんな甘いもんちゃうと思うけど。わかってます。でもなんか、今まで誰も成功したことないと思うで。新柴田でも俺でも成功してないけど。炎上だけじゃ無理やろ、普通に考えて。炎上するだけやったらバカでもできるけど、炎上してから、それで誰かに尊敬される。っていくってことですか？そんな無理に決まってるやろ。やってんや、一回。いや、自分で言ってんからな。俺炎上だけで上がったなんか一言も自分で言ってないし。新進も多分そんなこと言ってないし。まあ YouTuber で炎上して、今まで炎上したんは、まあ限られとうと思うけどな。でも、麦茶さんだって前 YouTube で言ってたじゃないですか。炎上だけなんか一言も言ってない。まあそれは。手幅広くやってるだけや。はい。動画ちゃんと見てないのにそういうこと言うから間違いやねんって。だからやってんよ一回。それを今、Twitter でやり取りして、できるって言ってんから今こうやってかけたんねんから。はい、いやわかりませんでもちょっと、いやわかりませんやったら通用せえへんってそんな。炎上商法っていうのが、だから、その僕の口先だけでの言葉っていうのか、勝手な、なんて言うんだろう、思い込みっていうのですかね。いや、だからやるって言ってんからやってや。で、今もだってさっき、じゃあなんでこれ通話したん？まずおかしいやん、その時点で。勝てるからやろ。話で論破できるからやろ。口論で勝てるからこう言ってるんやろ。の炎上できるんやってやってんよ。話し合いでとことん話し合って、話し合いで話し方で成り上がれるってさっきもツイッターで言ってたけど、やってくれよ今。さあ、どこをつく？どこでもついてくれ。どこでもついてくれ。どこでも続いてくれ。俺になんか俺の上げ足を取れるとこあったら上げ足取ってくれよ。それでプラス有名になってくれよ。そういうのは応援するからやってくれよ。 YouTuber 増えるんはこっちからしたら嬉しいから。あ、YouTube は前からやってますね。だから、いや、そんなん聞いてないって、はい、だから、早く論破してくれよ。論破ってまず分かってる？あ、大体の意味は分かります。だから論破してくれよ。話し方あるんやろ？話し方っていうか、だから、昨日のキャスでの話なんですよ。俺が勘違いしてるのは。いや、勘違いもクソもさっきも Twitter で言ってたやんか。いや、話し方っていう、いや、その、視聴者の子から聞いたんは、はい、麦茶さん相手に、なんか踏み台にしてのし上がるみたいなこと言ってたっていうので、話し合いのやり方でって言ったんはさっきやで。やり方があるみたいなことをほのめかしてたんはさっきのツイートやで。一回あってよ。あ、そのやり方っていうのは、その麦茶さんが、まあ、YouTube でちょっと耳にした、炎上商法っていうのが頭にあったんで、うん、で、そういうのがあるんだなっていうのを知って、どうやり方あるから、それで踏み台にしてのし上がるんやろ。だからやってくれって言ってんねやんか。そのリスナーさんが、から視聴者さんから聞いた、麦茶さんが聞いた、僕の言葉は、そういう意味で言ったんじゃないですか。勝手に言われて、どういう踏み台にするとははっきりとは言ってないし、はっきりと言ってないけど、そうやって思わせるような言動はしてるはずや。はしましたけど。してるやんか。あ、じゃあ、はい、やってくれよ。男やろ、自分に言ったこと責任持てよ。あ、すいません。どう、やれよ、すいませんじゃなくて。やるんやろ、やってくれよ、はよ。早く、やってよ。だから麦茶さんの勘違いなんですよ。俺の勘違いでもあるし。は、なんで俺の勘違いな。俺の勘違いってどこにあんの。あー、だから、どこに俺の勘違いあるの。ちょっと説明してくれよ。踏み台にするとは言ってないですよね。だからキャスで
じゃあ仮にじゃあ踏み台にしてない、するなんか言ってないとしよう。じゃあ話し方で有名に俺を利用して有名になれるとはさっきツイッターでつぶやいたよな。イコールそれ踏み台っていう意味ちゃうの。違うの。言ってること全く同じことやけどな、中身。言葉が違うだけで日本語って難しいから。いろんな表現の仕方があるから、踏み台っていう表現方法と、あんまり伝えたいことの最終的な意味が変わらんと思うけど、そこら辺はどうなん？そうですね。だからやれよ。さっきも言った通り、やり方がわからないですね、まだ。炎上商法っていう言葉しか知らないんで。だから、わからんのよ。わからんでも、でもやるって言ったやん。やり方あるから、やるって言っとんのやんか。やってくれよ、早く。やれって言われてできるもんじゃないと思うんすよ、俺。そういうのって自分でやる言うとんねんから、やれって言われてできるもんちゃうって、ほんなん無責任なこと言うねん。そうっすね、でもそうっすね、ちゃうやろ、上げ足取れや、早く。いや、上げ足取るところは正直笑えるわ。いや、だから、炎上商法で、な、話まとめたら、はい、な、俺がなんか、君に対して切れ取るっていうのを違う視聴者からキャスで聞いて、じゃあ君は、じゃあ麦茶さんととことん話し合って、それで有名になったらみたいなことを言ったんやろ？有名になったるっていうか、それだったら、もしかしたら有名になれるよねっていう話をしたんですよ。うん。で、それさっきも言ったやん。で、さっき、話し方によったら有名になれると思うんでって言ったやん。あ、その話し合いとして面白くできたらっていうことを込めて言ったんですよ。面白くって何が？だから前、去年の夏ぐらいの動画でもあったじゃないですか。何？こんなん覚えてないよ。何？あのタムチンさんとかの動画で。何よ。まだこういう形ではないと思うんですけど。何よ、だからタムチンの動画が何よ。あのなんか一回夏、去年夏あったじゃないですか、あのタムチンさんと麦茶さんの間で。あれガチやで。ディスやろ？曲作ったやつやろ、はい、あれガチやで、はい、本気で切れとったで、あれは。あ、そうなんですか。うん、だからその後、うん、その後結局麦茶さんとタムチさんの間で面白くしたじゃないですか。いや、してないよ。あれは裏でタムチンから謝罪の電話がかかってきて、おやっさんもっさん揉めて終わったんや、はい、で、最終的にじゃあお互いもそんな元からなんか悪かったわけでもないし、じゃあ仲直りしようっていう話や。あ、俺と違うのは分かるんですけど、結局その話し合いで面白くする方向に行ったわけじゃない。俺は面白いと感じたので、そういうやってくれよ、面白い方向にやってくれよ。いや、麦茶さんが今怒ってるんで、そういうのは多分やったら失礼だと思うんで。いや、失礼とか言っとったら、ほんなもん有名になるかよ。ほんなん自分の言ったことむちゃくちゃやで、俺なんも筋書き通っとらんがな。そうなんです、はい。あかんわそれ、出直してきた方がいいで。ちょっとなんか話し合うこの時間が無駄やん。まず何を伝えたかったん、君は。話し合うって言ったけど、まあ、こっちからじゃあ話し方あるんやったら、実際今から話し合ってそれやってくれよって言ったら、分かりましたって来たよな。で、実際やらへんやん。でもこれ何のための通話？あの、誤解の通話。誤解もクソもないやん。誤解もなんもないやんか。俺別に勘違いもしてないやんか。何を勘違いしとんの？いや、俺が誤解してたんで、その、昨日のキャスデーのことを。うん。最近のことで、なんか俺にキレてると思って。うん。で、だ麦茶さんだって、例えば誰か知らない人とか、自分が知ってる人が、うん。最近、麦茶さんにキレてるらしいですよって来たら、ちょっとえってなるじゃないですか。ならへん。え、ならへん、ならへん、ならへん。いや、じゃあ例えばこれ実際の話やけど、例えばカズさん、はい、わかる、あのムキムキの、はい、あのカズさんとか俺なんか嫌われとんねやんか。あ、そうなんですか。うん、でもほっとけって思うで、別に。あ、勝手にやっててくれよっていう感じやん。あー、まあ本人も言ってないですしね、あっち側は。いや、言ってるよ。あ、言ってるんすか。言ってるよ、向こうから嫌われてんのに。何もしてないね、こっちは。まあ理由も理由で分かってんねん。UGX の件でなんか勝手に嫌われてんねん。
カズさんが UGX のことを信じてるだけで、うん、UGX が動画で言った内容は全部嘘で、俺が言ってたことがほんまのことで、ただ俺が悪かったことって言ったら、あの UGX のオフ会に行って花火言ったことぐらいで、で、それでカズさんがなんで俺を嫌うんかっていうのもわけがわからへんし、UGX にしっかり謝罪して、UGX からは俺謝罪受けてないねん。だから結局話としては、俺は自分のやったことに対して認めてごめんなって言ってるけど、UGX は俺にいろんなこと、まあここ話したら時間長いから、ああだこうだ言えらんけど、まあいろんなことを UGX に出されたわけや、裏切られたり、嘘つかれたり、裏で陰口言われたりとか、それに対しての UGX 謝罪は一回もなしや。で、それをカズさんは把握してるのか把握しないかは知らんけど、なんか勝手に嫌われてるっていうのがいっぱいいろんなところから、いろんな有名な YouTuber 大物の人から、まあ結構名の知れてる人から、誰とは言われへんけど、ここでは。やけど、その人から聞いて、で、それで、え、なんでってなるけど、えとはならへんの。え、なんで、どう言ったらいいんかな。まあ、なんでとはならへんのよ。いや、もう勝手に好きに嫌っててくれたらって言って、別に興味もないしっていう感じ、こっちからしたら。いろんな YouTuber、ほんで PDS、PDR さんとか、まほとくんだったりとか、イミガさんだったり、クソ D だったりとか、あとヘタレ B ボーイさんだったり、瀬戸康史さんだったり、なんだかんだ、ああだこうだっていっぱいおるけど、その人らから俺非難浴びだって何言われたって、こんなもん知るから勝手にやっとけよっていう感じやん。じゃあそこが多分でか、俺と違うんすね、考え方と捉え方が。で、これ、じゃあ君は何がしたかったん？話し合いで俺に勝てるんやったら、はい、今からやってみろよっていう俺のツイートに対して、分かりましたって返事をしてきたよな。じゃあやってくれよ、今。話があるんやろ？誤解を解くための通話とかわけがわからない。ツイッターで言ってることがまず違うやん。理にかなってない。あんな、俺のこと、はい、アホやと思ってな、相手にしょったら間違いやぞ。いや、そんなことは絶対一切思ってないです。じゃあ仮に思ってないとしても、じゃあ早く、その話し方で俺を踏み台にして早く夢になってくれよ。やるって言ってんから、分かりましたって言ってんから、男やろ。男です。あ、やってくれよ、これもう動画撮ってんねんから。もう12分も経ってるわ。あ、ごめんなさい。もう13分も経つわ。早くやってくれよ。麦茶さんはその数々っていうか、そんないないと思うんですけど、 UGX さんとか結構バカにしたっていうか、そのディスったりして、その何て言うんだろう、あっちのリスナーさんからコメントとか、まあ数少ないだろうと思うんですけど、チャンネル登録とかされてると思うんですよね。あっちの視聴者さんから踏んどるっていうか、で、そういうのをやったらそういうの増えていくのかなと思って、僕が。ああ、無理無理、それだけやったらただに叩かれて2ちゃんにさらされて終わるだけやで。チャンネル登録者は増えへんよ。あ、そうなんすか。だから実際やってみんよ。だからやったことないのにそんなこと言うんがまず間違いやから、やってくれよ。実際言ってんから一回実行してみろよ。何も経験してないこと、だ人間もそうやろ、やけどし、やけ、なんで火が危ないかっていうのは、やけどして分かるんやから、はい、炎上商法が危ない方法でもうまくいくんかうまくいかんかは、君が今試さんかったら分からへんことやん。俺と君って人間が違うから、火と火、また違うライター使ったらライターの厚さも変わるわけや。はい、だから君は君なりのやり方で早く炎上してくれよ、俺は相手に。 UGX とかそこら辺のやつは相手が違うぞ、はい、やってくれよ。炎上やろ。炎上だけでここまで来れたと思うなよ、言っとくけど。あ、それは分かってます。炎上、いや、これはじゃあまず怒っとるとかの、ま、前にあんな、はい、まあ前もこんなことがあって、アンチとこういうスカイプのやり取りしてんけど、それは徹底的に怒鳴り散らしてボロカスに言うて、未成年喫煙がなんとかんとか、それはいいんですか言われたから、俺だけ法律で認められとんじゃみたいな理不尽なことまで言って、言い返して確実な論破をしたけど、君に対してはそういうことは言ってないわけや、はい、怒鳴ったりとかもしてないし、はい、だから怒っとるとかそういうの以前に、これは、なんていうか、あ、何言おうとしてんだっけ、頭あらん。やべ、教えるってことですか、僕に、教えるというか、まあ、とりあえず、だから、ほんまに炎上だけやったら無理やから、炎上なんか、バカでもできるやんか、ほんなんやったら、じゃあ、YouTube の。